回転の間隔設定を確認します。種類によって10分、15分切り替えのものと8分、12分切り替えのものがあります。指が入らない場合は先の細いものを使用してください。カップをセットします。半円状の重りがついている方を下にしてカチッとなるまで差し込んでください。しっかり刺さっていないと回転が途中で止まる、回転しなくなってしまうなどの原因となります。時計をセットします。クッションを抜くときにカップが浮いてしまう場合があるので、必ず確認してください。スイッチを入れます。1回転後に振り子の動きで7往復以上できていれば、問題なく巻き上げができています。スイッチを切るまでは、設定した回転間隔の分数ごとに動作を繰り返します。置き方を間違えるケースが増えています。正常に動作するよう、必ずベンチボックスが背面になるように置いてください。